イ・ジョンヒョンは、韓国の歌手、俳優。バンド CN ブルーの元メンバー。ギター、ボーカルを担当していた。また作詞作曲もしている。家族は、両親と姉二人。4歳から8歳まで日本で過ごす。幼少期に、日本で過ごしているため、韓国に戻った当初、韓国語がうまく話せず、修学を1年遅らせて、小学校に入学した。 小学校時代からテコンドーを習う。中学時代から柔道を始め、高校の時不山地区で優勝する実力もあったが、下の階級の選手に負けたことから柔道を断念。漠然と音楽を始め、当初はピアノも学んだが、エリック・クラプトンのギター演奏を見たことがきっかけとなり、ギターを学ぶ。ソウル公園芸術高等学校卒業。 2018年8月から約2年間の兵役のため、芸能活動を休止。2019年8月28日に、過去の不適切な言動や行為で世間に物議を起こし、メンバーに迷惑をかけるとして、本人の意思で CN ブルを脱退。韓国でのデビュー前、メンバーと共に、バンド修行のため日本に、音楽留学。日本活動時はリーダーだったが、 韓国デビューと同時に、チョン・ヨンファにリーダーが変更。またチームの中で、バーニングというイメージを持っており、1月6日にのメンバーの中で最初にティーザーが公開された。ティーザー公開して、1月14日にアルバム発売とショーケースを始まりに、韓国での歌手活動を始めた。イ・ジョンヒョンは、 チョンヨンファと同様に、のいくつかの曲に作詞と作曲をして、音楽活動を活発にしている。2010年秋には、映画、アコースティックにドラム担当のカン・ミンヒョクと一緒に出演して、演技に挑戦した。2019年8月28日に、自身の過去の不適切な言動や行為からメンバーに、迷惑をかけるとして、c n ブルを脱退。 本人の過ちに対する謝罪の気持ち、メンバーに迷惑をかけたくないという気持ち、自分を信じてくれた人に対して失望させてしまった、お詫びの気持ちの文章が事務所から発表されている。1、シャインドロップ2、ピーニャコラーダ3、ムーンライトスイング4、スマイル5、アイジャスト2の A、6、アイラビュー7、ナッシング8、ヘイトユー9、コールメ10、ショーメモア、 1>, 1、イントロ2、スターリープレイセズ3、ヘッドトリップ4、シャイン5、光の街で6、クライツハッピー7、タイムマシン8、キリングメソフトリー9、スティルインマイハート。ありがとうございます。